はいどうも、宮本です。こんにちは。えー、公式アレンアイバイソンがついに出ましたね。ということで、早速なんですけど、スキル、紹介、あ、スキルをちょっと見ていこうと思います。まず、特性なんですけど、アレンアイバイソンのドライブ時に接触半径がより小さくな、小さくなる。アンクルベースさせた相手からの妨害を無視する。だそうですね。はい。で、バーストなんですけど、バーストは動画見てみらえばわかるんですけど、スリーポイント内側と外側両方のバーストを持ってます。 アキラと一緒ですかね。で、こういう感じですね。くあのー、クロスオーバーして、レイアップ。はい。内側と外側で違うバーストがあります。はい。で、えー、強化していくと、まず強化していくと、あのー、動作速度がさらに速くなります、ね。で、さらにここを強化すると、クロスオーバー中にアリウープ、ダブルクラッチができるんです。 強。で、ここを強化すると、命中率が上がります。レイアップとスリーポイントシュートの。はい。で、ここを強化すると、えっ、ー、と、ID みたいに、あの、バースト中にパスができるんですね。はい。これで、選択肢が増えますね。で、ここを強化すると、キーパスの、が、の距離が増えると。 つい道のパスの距離が増える。で、ここを、ここを強化するとエネルギー、エネルギーが変換される。かなり変換されますね。で、ここを強化すると、2、あ、2位のタイミングで打てるんだ。強っ。龍一のスリーポイントバージョン。で、えー、ここからスキル、普通のスキル見ていくんですけど、ここはスティールセンス。これは強力なスティール能力とカット能力を持つ。で、ここを強化すると、クイックスティールの能力。 発動後一定は一定時間内は再使用できない。クイックスティール持ちです、ね、ディフェンスの強い SG。で、スチール、ここを強化するとスティールの成功率が上昇する。スティールの成功率。上昇、上昇。で、ここは、スティールの距離。しよう。で、ここを強化すると、低い軌道のパスをカットする確率が高くなる。高くなり、また、低い軌道のパスをッカットした際に直接ボールをキャッチする確率が高くなる。だそうです。 で、これが強いんですよね。高い軌道のパスをカットできる能力を持つ。これ、ディフェンスも強いやん。<laughs> ディフェンスも強いじゃん、これ。で、えー、っと、で、ここを強化すると、高い軌道のパスをカットする確率が上昇する。最大で 30%? ん ?25、30%。 かなりですね。で、次に、次、ここの、あのー、スキルなんですけど、クロスオーバー。これは、アイバーソン独自のモーションのクロスオーバーですね。で、これは、このドライブ中は、相手の、相手選手と接触せず、または高い確率で、妨害エリア、妨害エリアに移動中の相手選手をアンクルブレークさせる。発動後、一定時間は使用できない。一定時間使用できないですね。でも、強いっすね。アンクルブレークさせるんです。 で、次、ここを強化すると、柔軟性が上がる。これはドリブラーにとっては、大きい。こけないんですね。で、さらにここを強化すると、ストップジャンプシュート持ちですよ。これ強っ。クロスオーバー中2位、しかも2位の、あ、2位のタイミングか。で、ストップジャンプシュートにつなげることができる。で、ここを強化すると、ミドルシュートと、スリーポイントシュートの命中率が、命中率だから、相当いいですね。 1%, 1上昇。2%、1.5%。2.5%。えー、っと、4の4点、4.、4.1%。あ、違う。そう。5%か。5%。上がる。ミドルとスリーポイントがめっちゃいいです。で、ここを強化すると2位のドあ、2位のドライブ中に相手を接触した際に一定の確率で巧みなターンによってこれを回避する。 これはザ・プレイヤーのあれですかね。で、次、ここは、あそれが、それの発動する確率が上がる。上がる。上がる。で、ここで、2位のタイミングで、スキップステップレイアップにつなげることができる。これはまた別のスキルですね。これにつなげることができました。で、ここを強化すると、スキルの発動範囲が広がる。だったそうです。で、次。これが、えー、スキップステップレイアップですね。 なんかちょっとソヨンとかの、あれ似てません見かけの。あれに似てます、ね。で、さらにここを強化すると、不安定なレイアップにならない。で、さらにここを強化すると、スキルの発動範囲が広がると。さらにここを強化すると、パスに繋げることができます。強っ。で、ここで強化すると、パスの成功率が上昇と。で、ここを強化すると、 スキップステップレイアップ値にダブルグラッチ、ダブルグラッチにつなげることができる。これは見かけとは明らかに違う。強っ。こんなん止めれるんか。で、さらにここを強化すると、レイアップの命中率が上昇すると。で、さらにここを強化する、ここのスキルは、えっと、キャッチ速攻。立っている状態か走っている状態で、低い軌道のパスをキャッチしたたに素早く、ジャンプ、ジャンプしてロングレイアップを打つ。 この際不安定なレイアップにならない。これは、あれですね、笠松。笠松みたいな感じですかね。で、さらにここを強化すると、スキルの発動範囲が広がると。で、こっちを強化すると、あ、この、あの、さっきの、あ、このスキル中に、あの、パスにつなげることができると。アイバーソパスも、パスもできると。さらにここは、パスの速度が上がる。で、ここを強化すると、 立ってる状、これが強いんですよね。クイックシュートっすよ。これまんま竜一やん。立ってる状態が立、走ってる状態か立っている状態で低い軌道のパスをキャッチしたらクイックシュートを打つことができる。やば。で、これは走ってる状態からクイックシュートエリア、しょあ、障害、妨害エリアが縮小。妨害エリア縮小持ちか。強いっすね。で、さらに最後、ここは、 あ,あ、レイアップチにダブルクラッチも使えると。しかもこれ特殊なレイアップ、ダブルクラッチですかね。特殊っていうか、普通、後ろ向きにシュートを打つんですかねで。さらにこれを強化すると、レイアップの妨害体制が上がると。落とさないと。ということですかね。まあ、以上が、アレン・アイ・バーソンのスキルですね。はい。 いや、これはちょっと強いんじゃないですかね。はい。ただ、個人的には、今、ヒムロを3バンバン撃つじゃないですか。3ポイントがちょっと弱くないですか ?SG といえば3ポイントなのに。どうなんですかね。まあでも確実に強いでしょうね。はい。ということでアレン、アレンアイバーさんについて、さすがまでご視聴ありがとうございました。